お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、もう飼育して1ヶ月ぐらいはね、経ってるんですけど、うちで、観察難易度、まあ星5だとしたら星5マックス、なんならもう星6、もう1個新しくつけちゃうぐらいですね、観察するのが難しい。まあ当然動画に撮るのが難しい、まあもう不可能に近い生き物をね、実は飼ってまして、まあ、そんな生き物飼って何が楽しいんやと思う方もいるかもしれないですけど、まあ、当然ハンドリングは無理ですし、まあ、観察も餌ばらまいて遠巻きでじーっと見てたら、やっと見れたみたいな、捕食してるシーンやっと見れたみたいな、そんなちょっとね、生き物が実はね、いまして、もう1ヶ月ぐらい飼ってるんですけど、その答えをですね、今日は皆さんにお見せできるかな。なんとか頑張って撮影するので、皆さんにね、お見せしたいと思います。はい、それを飼ってるのがですね、この右側のケージなんですけど、ちょっと左はまだ皆さんに紹介してないですが、またおいおい紹介したいと思います。右のこちらのケージですね、グラテラの4545、高さ30何歩とかだったかな、で飼ってますが、1匹だけ飼ってます。この中にいるんですが、まあ当然とね言っていいほどいません。はい、本当に入ってんのって思っちゃうぐらいいないですね。うん、いません。何もいない。何もいない。コオロギが歩いてるぐらい。まあだけどいるんですよね。この中にいるんです。なんかネタじゃないですよ。空気かってますとかそんなんじゃないですよ。いるんです。が、まあ出てこないということで、ちょっと時間空けて、出てきたタイミングを狙って撮影していきたいと思います。はい、今ね、ちょっと覗いたら、わずかに見えたんで、ゆっくり近づきますよ。マジでこいつを、逃げた。マジでこいつを、逃げた。うわ、いなくなった。くそ。マジでこいつを動画に収めるのはもう本当に、無理ゲーに近いぐらい警戒心が強いんですよ。まあ、ちょっと、次また出てきたら撮りますね。もう、難しい。もう本当に、YouTube、出すような人が飼うような生き物じゃないんですけど、もう僕はもうシンプルにね、爬虫類が好きで結構ね、いろんな生き物飼ってるんで、動画にもね、まだ出てない子とかもね、いても勝手に趣味で飼ったりね、してるんでね、その中の一匹を今回ね、動画に出したんですけど、やっぱ動画に捉えるのはむずいな。隠れちゃったかな、こっち側に隠れたな。ちょっとまた出てきたら撮ります。見えます、ここから。隣のケージに入ってる生き物はまだね、紹介したことがないんで、また後日紹介しますけど、あそこにいるの、緑の、こっち見てるけど、撮れるかな。マジなんだこれ、早いよ。なんだこの撮影、マジで。もうこれね、本当に完全に趣味で、もう YouTube に上げるつもりはなかったんですけど、まあ、せっかくだったらと思ってね、まあちょっとチャレンジしてみようかなと撮影やってるんですけど、まあ無理だね。見えた今。ちょっと無理くり映す。いや、いたいた。あ、わかる。今僕がこっちに手やってるから、あ、うお、やばい。なんなんだこいつ。ちょっとアップしよう。うわー、暗くてちょっと画質悪いけど、わかります？こいつです。こいつが黒原壁かなエビ。まあなんでグリーン色のねカラーを名前につけなかったのか僕は全くわからないんですけど、おお、今ね真下にいる。おお、早い。見た、もう土煙が舞うぐらいのスピードだよ。こんなんさ、無理でしょ、動画。あとね、結構ね、神経質で、なんかよう尻尾切るっぽいんですよね。お、いや、わかる？いや、暗いなー。ちょうどライトの影にいるから、いいカナヘビなんですよ。非常に綺麗で。全体のブラックカラーにね、明るいグリーンの柄が、全身に散りばめられて、おお、めっちゃ近くに来た。こいつ、今、もう、ちょっと画角を調整するのも多分、
危ないからできないけど、こやつですわ。よくね、お前。こいつ、いや、美しいでしょ。あ、調整できた。うわー、これ、ちょっと尻尾再生尾なんですけど、いやー、不思議。なんで、急に、カナヘビに興味を持ったのか不思議なんですけれど、まあ、なんていうのかな、観察できたらラッキーみたいな、なんかそういう、なんか、変態的な楽しみ。もちろんハンドリング無理ですし、うん。まあ動画も撮れませんし、今みんなかろうじて何とか撮れてるけど、まあ撮りたい時には撮れないよね。まあちょっとね、餌やりの時餌ばらまいて、遠くからじーっと観察して、出てきて捕食してるの見て、おーおーみたいな、なんかそういう、ちょっと変態的な楽しみ方。はい。ヨーロッパではね、よく流通してるみたいなんですけど、綺麗ですよね。ちょっと綺麗ですよなって言いながら、あんまりそんな明るくない。うわぁ。あー、どこ行っちゃった。はい。こちらが、撮影難易度、マックスの、まあ、星5だったら撮影難易度、星5マックスのですね、カナヘビです。黒原壁カナヘビですね。見てもらったらちっちゃいコオロギがなんかちらほら歩いてると思うんですけど、まあバラまきですね。餌はばらまいてたら勝手に食べてるって感じ。まあ1週間に1回か2回ばらまいてそのうちなくなってるっていうのを繰り返してるって感じですね。いやーこれさ、ちょっとは慣れる日ないのかね。日本カナヘビとかはね結構慣れてくれるけど、こいつだけは慣れる気がしないね。本当に慣れる気がしないし、なんかストレス与えすぎたらなんかすぐ尻尾切る気がするんで、うちに来て一回切ってるんですよ。いや、うちに来た時ももう尾切れ状態で来てて、先っぽの方で、お迎えしてカップ入れて飼育環境用意してさあ移そうとしたら、さらに根元の方から尻尾切っちゃって、何もしてないのにもうそんだけ神経質だから、この個体が特になのか、全体的に黒原壁ガナエビが神経質なのかちょっとわからないんですけど、まあ、こんな変わったカナエビもですね、飼育しておりますというね、ご紹介動画でした。おもろいっすよ、なかなか。ケージは4545のクラテラですね。で、紫外線ライト今消してるけど、ホットスポットと紫外線ライトとっていう感じでございます。まあ、隣はまたゆくゆく別の機会にご紹介できたらなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、ちょっともうちょっとね、詳しくなったら、まあ、このケージ内ね、3匹、4匹ぐらいだったらね、まあ、4匹多いかな、3匹ぐらいだったらね、一緒に帰ると思うので、まあ、僕が詳しく手名付けられるようになったら、追加で買ってね、ここで買ってみてもいいかなと思ってますので、ね、まあ、その時が来れば、まあ、増えた時また皆さんにご紹介したいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。